それではまたガチ撮りという形で、はい、平吉さんと僕、最近池田とか名乗りましたけど、何でもいいよ名前なんてさ早く無名に戻りたいよ、なんかよくわかんない。いやもう無理じゃないですかね。なんで煽るんだよ俺を。一回キャッチングラス出したら無理だよ絶対。切れそうで、あれ全部実はスタートボタンでギガス出るんですよこのゲーセン。はい、あの噂のギガスボタン、ギガスボタンです。いきなり捕まってる。あれ開幕がギュッと捕まって、でまあ見ての通り三村和也という、まあ千葉に誇るこう萌えな二人です。萌えキャラですよ。萌えキャラ本当。宇宙の三村と、なんかサード界のアイドルカズネ。カズネもう瀕死でも三村の方も結構ね笑ってるね。強すぎる中盤、あれもなんか電子レンジぐらいのサイズの当たり判定ありそうな気がする。夜間ぐらい。あれ三村和音ってでも、ま、前2回やってて9182ってなってるんだよね確か。あれ前73じゃなかったっけ。73だっけ確か。俺と同じでなんか切れてた。でもなんか今日三村は正中縛りだってことで。正中縛り、まあでもアレックだからといってその正中が弱いわけじゃなくて強い SA ですよっていうのを分からせてくれると思いますね。なんか前にミモラ的にどっちかっていうとやっぱ正中の方がいいっていうのが。そうですね、なんか大会の時は結構そのダブル吹き上げ狙って落としてるのか何を失敗してるのか分かんないけど、なんか失敗してるのが。おカズネが取り返す。まあこれ身内だもんね。もうまあ身内読み含みで両方身内だから、まあ身内読み含みでの面白さというもの、うん、この前船橋シャリオットで大会やって、はい、カズネ一人だけ闘技出場者ってことで、はい、まあもちろんサブキャラ誠使ってくれたんだけど、ひどかった。なんか立ってる、なんか満面のドヤ顔。思いっきりこう親指を立ててこっちに向けてどうやって顔を。まあこれでミモラ多分エンジンかかってないから。そこでミモラが切れて虐殺ショーが行われるっていつものパターンが。まあそれで前そのカズネーが誠で出てサブキャラ、はい、サブでもうねスタン相手スタンさせた後のコンボがひどすぎて大ブーイング。いやもうなんか大会一応あれ身内大会みたいな感じなんですよ。もう船チャリはほとんど身内でというか、まあ、一応ニコニコに公開するんですけど、その大会の胸は行ってよかったんですか。大丈夫です、 やってはいるけど秘密だよっていう。ただ告知しないだけで、船チャリに行けばやりますよっていう、やりますよ、告知は入ってるポスターみたいなやつあるんですか。何も、あ一応筐体の上にはあ何日に開催予定開催しますって、はい、なので船チャリ勢は多分船橋チャリオットだよね。船橋チャリオット、船橋チャリオット勢の方は多分分かっているでしょうという。なかなか行ってないもんね。行ってない。あそこ前 QMA クイズマジックアカデミーやってる、はい、あれ自分のやってる店の名前出るんだけど、はい、あれがあの場所がマニアックな店こうってなってて確かにすごいマニアックな場所なんだけど、あそこあれ駅から徒歩で行ける場所じゃないよ。徒歩で 2,30 分かかる場所だから。さあ、はい、風ね落ち。あでも相当なんか奮闘してたの。一本ちゃんと取ってるもん。本当だすごいね。やるね、カズネ、今日。攻撃のチームメイトっていう話で、完全に上下関係の話をこう、今。だよね、団員戦、ミモラ、王者。王者王者今、モサ。王者に上がった。おー、おめでとう。王者 VS7 段マグさん10段だっけ。マグさん10段だっけ、あの気がする。まあ、その、ヒエラルキーをひっくり返すガチ取りということですよ。まあでもカズね結構ああいったでかい大会になると大物食いっていうのがあるから、なんか打ち切れた後のそのなんかよくわかんないぶっぱの当たり方が異常。あれも多分 KO 並みの運があるんじゃないかなって。天蔵さんはねもうなんか中足がガード不能ぐらいの本当に
歩いてトコトコって歩いてきて、なんかうーんと思ってこう立ち側の入れたらなんかこう中足が刺さってる、何の二択なんか分かんないけどちゃんと立ってる自分がいるっていう、あれは完全にね星とかそういう話だと思います。あの中足の本当にそれだけで乗り切れるわこの人って思いましたもん、初めて対戦した時に。超えてますね、もう数ね投げてる。これがキャラ相性って話なんですか、それともあの王者と七段の話、七段の差かなと。でもあの元気さんが、はい、カナダ留学で行っちゃうっていうことで行っちゃってるんで、今アレックス業界をなんとかするのに、カズネが不敗神を誇る KSK さん、はい、でもなんか第2戦見ると一番上にいるアレックってテルノスケ。あ、確かに。あのアレックもクソ強いような。テルさんは本当にね、なんかカズネよりなんか守ってる感じはするんだけど、うん、守ってる時のダメージで結構削られてって、最後こう攻められてあっと思ったら死んじゃうみたいな、あれもなんか鬼畜的な攻撃力ある気がするんだけど、テルノスケあれか。テルさん結構僕は丁寧だと思いますね。カズネは結構こう押すときにガンガン押すんで見てて面白いんですよ、うん、結構。あとは接戦の時結構強いってのが、接戦の時、あ、そのもうやるかやられるかになると結構、ね、何かよくわからないものがこうパーッとパーッと咲いて、すっげえ変な顔してた。 今散りました。背景のバラがパーッと咲いて散りました。お、今桜満開なのに、うん、もう散る話してる、ボロッボロ散ってくるような。中盤やめろって声が。なんか縛りプレイを強要してますよ。これが年齢差ってやつですか。マジ汚ねえ。小汚ねえわ。若いって素晴らしいわ。そんなこと言うと本当に同人誌出しちゃうよ僕。カズネ同人誌、カズネ萌え同人誌をコミケ2日目、なんか格闘ゲーム枠、カプコンの島の中に。あるの？わかんないけど、なんかみんなあのチュンリーとか、ああいう同人誌書いてる中で一人だけカズネとかっていうのが。どんだけ来んの？なんだろうっていう。ストリートファイター3サードストライク、カズネ。売り子はどうする、カズネのコスプレ。いやーもうカズネよコスプレ。売り子とかもそういう話じゃなくても出てるだけって多分面白い。面白いはず。とりあえずあれでいいんじゃないかな、あの置いと同人誌置いといて、お金はここにで、あの野菜売ってるような感じでザルで。さあなんかやっぱりカズヤさん最初に1本取っちゃったのがまずかったのかな、まずかったね、スイッチ入っちゃった感がありますよ。どんどんなんかさっきから中盤で終わってる気がするんだけど。本当に中盤やめろっつってるから。いやーもう4-1、もう半分早いよ。過去にこうアロンさんもダッドリを使ってストライカーモードとか言いながら、相手を80カウント以内に殺すみたいな。そんなことやってんの、あの85とか87とかっていう秒数でなんか耐えなく飛び込み刺さって死ね死ねってずっと言ってた記憶がありますけど。カズネ大パン食らいすぎ。お仕置き、これでまあ有利になって画面端を取って、ダイパン投げをグラップされて、ここから小足。いやさっきからミモラアレクに下風呂取ってんだよね。完全にね、あのそれはあの上下関係分からずゲブルですよ。アレクにゲブルは読んでんだよと。さっきダイパン4回連続食らってたの。あっかん。さあ勝ち PA もカズネ笑いが出ちゃった。
いや、多分笑いながら結構心はビキビキって前出しだったかな今。もう画面の字、もうスタンチの半分、7割いって拾って、お、追い返す、おー、押し置き入った。何をやっていたのか、ガードジャンプじゃないってことは多分ゲブロー。おー、何見えた。お、お、取れるか、壊し、危ない、ジャッピー TC 危ない。これはワオ、ワオくんだね、ワオ。お、お、おお、いい駆け引きだこれ。まあ、ガードされても5分以上。危ない。5-1です。5-1。何回かこの勝負はまとまってみましたけど、本当にひどいゲームですねと。画面端の EX チャット大パン当たる組が本当にかわいそうで、かわいそうで。え、それかなり自分のことも。ああ、僕もかわいそう。みんな慰めてください。ねえ、もう吹き合っちゃって、なんかミモラの方スタンチ真っ黒なのにね。つうか早すぎる、ミモラは早すぎ。あの動きの中でミモラちゃんと確認してるとか、確認してるのが本当すごい。どんだけ超浸水飲んだんだよ。あとこの前あのビジョナ行ったじゃないですか、はい、あの時あのトドさんって方に、まあ、ちょっと話して、はい、であの人のブログを見たら、まあ、自分の名前書いてあって、はい、でしかも、まあ、善一誠がいるとやっぱ違うんですねって書かれてたんだけど、はい、もう取り返した。この誠参考にならない。早すぎて。結構僕もその人の手元見るの好きなんですよ、うん、健三さんとかの手元結構面白いんですけど、あ、うん、ミモラの手元もヤバかった。これはヤバいよね。結構あのビタ押しじゃなくてこう寝押しじゃない、あのピアノ連打みたいな形でずらし押しで一個ずつボタンを押してるっていう、タラッタラッタラって感じで、そうタラタッタラタッタラタってやりながらなんか確認しつつ、そう音ゲーをやってるみたいな感じで。なんだっけ、1本取ってます。ミモラの場合なんかそれがずっと弱パン、壊しとか中パン、大パンとか全部よく手間に合うなと思いながら、ね、あら色が全色使ってるかな、これ。あ、全色使ってた。今これは富永さんから本当にでも SA は正規正規で、まあいつも通り行かないぜよからの。これもし万が一あの行くぜよのみでゲージ溜まったら大事件だったよね。あれ溜まっ、そうだよ、行くぜよだけでゲージ溜まってやばいでしょ。ミモラのゲージがなんかあのガローマークウルズみたいにこうモコ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 溜まっていって開幕5秒で半分溜まるみたいなゲームになると思う。お、カズネが打って決めて取れちゃってる。でもミモラのゲージも体力もペカペカでしたが、画面端でキャラクター掴んで大パン EX 大パン。このスタンチを見てください皆さん、全米とか泣くレベルじゃないですよこれ本当。詐欺。あー止まんなかったな、チェスト。あー、EX出なかった。さすがにとどめを刺す。煽ってきた。煽ってる。甘えという。まあ EX 出ないのはしょうがないってのも。さあやっぱり煽ると風ね、開幕パナしますね。今大足振りました。皆さん覚えてください、風ね煽ると開幕パナします。それが多分2択ぐらいに絞れるんで、頑張れば多分開幕のダメージ源です。誠戦やってるとやっぱりこう、特にミモナみたいな速い誠やってると近距離で投げの距離が間に合わないで、うん、投げスカ出るじゃなくてなんか中間距離で投げスカ出しちゃうっていう、あ よく見る光景です。今もそれを
何度か見たやな。ほんとこの早い誠になれちゃう。他の誠が逆に遅すぎてダッシュ投げ対応できなくなるってのもありそうなんだけど、ダッシュ投げはまあなんか僕も結構山間で投げ練するんですけど、結構こう誠の肩口がこう深く沈んで、うん、でそこの場所にもういなかったら投げを連打するみたいな、なるほど感じでやってますけど、それでまあ、あれ誠のジャンプそんなに鋭くはないんで、うん、ジャンプからあの 中足ジャンプ中継成長みたいなやつは食らわないだろうっていう山間で、あ投げちゃい投げちゃいみたいな、ジャンプだったら落ちたって。なんか最近あの誠の裏剣みたいな技あるじゃないですか、ちょっと前けど、こういう裏剣、あ前シューパン、前シューパン、前にするやつ、あれをなんかダッシュのあのブラックとしてミモラが打つようになった気がするっていう。あれを見ると本当ダッシュの、ね、反応が遅れて困る。おはじめはじめ、おー踏んだ、てれってってれって。あと何回振ればいいんだっけ、ワンナップは。あでもかなりゲージ的にも体力的にもいい勝負を今繰り広げております。ただいつも進んで画面端に行っちゃうのはカズネの方でございますが、おーゲブラ取っていい塩梅に2本目取れるか、あ今出なかったな、取れるか、画面端し、おーブローさせ、これは切れる。今確認をされているようですね、やっぱりこれは切れる。もっとキレキレだよね。何小足確認ってやってみたかった。今7-1、あと 2、そう、あと2回ヒーローの場が与えられます、三村さん。いやひどいね、小足部の確認とか。さすがにね、まあ後ろ入れとけって感じですし、それか最速レイドがあればどうなんですかね、相打ちとかになっちゃうんですかね、どうなんだろうな。今の発生は多分レイドの方早いような気もせんでもないんで、レイド2フレだっけ確か、そんなもん。あれ聖地も2フレじゃなかったっけ、聖地も2フレ、そんなクソ早いやつだった。おピヨってカズネ歓喜、そしてここからミモナのリベンジモードが発動します。中足出してるってことはもう処理モードかな。お何か掴んじゃって、何を出したんだ今カズネ。なんか本当にギリギリの間合いから草出されて、使ったと思って歩いたら掴まれてるっていうあの絶望感、そしてあの瞬時に切れちゃいますので、おお2、カズネあと1本取ると7-3っていう過去の数字に並ぶよ。過去最高だよ、過去最高ってタイ記録になれる、タイ記録だよ。まあなんか聖中って言いながらトサナミをチラッチラッと見せる。カズネがやめてくれ、まず心を折ってから対戦に挑むという正しい対戦格闘ゲームの方法。まずはもうやっぱ始まる前から、そうもうピヨって90秒なんですけど、まだ。あー残念、ま、あ80秒台いっちゃいましたよ。パーフェクト、なんか目離してる隙にもういつもピヨってて、でも頑張ってカズネ2回ブロ取ったみたいで2000点っていうなんかお小遣い程度の何かが、小銭もうパンパンだぜ。お頑張ってブロ画面端持ってって、さあなんかゲブロを狙っていく、あーミモラのターン、あーピョッタール、多分水中出る出てる、やっぱりね、
やめて、アレクのヒットポイントはゼロよ。大丈夫、カス当たりだから。お疲れ様でーす。お疲れ様です。結果は7-2、8-2、7-2ってなんで1本どこだよ。あー、過去最高、タイ記録並ばなかったね。